はいどうもこんにちはです。やってまいりましたレアガチャ、レアガチャの時期がやってまいりました。新しいイベントが、イベントというか普通にまあ新モンスター追加なんで、まあ、新しくなってますね若干。なんでサイコロ課金で、ガチャ引いてみたいと思います。新モンスター追加、これはもう魅力的な言葉やな。しかも天使系というね、ロズエル、ファミエル、ロズファミね、ウリエルみたいな天使系の名前ですね。ロズエルとファミエル、もう天使なんでまず間違いなく神タイプがあるという、だから使いやすそうな感じで。天使ってやっぱ回復のイメージがあるから、回復タイプと神タイプ持ってるメタトロンと合いそうな感じがするんで、これはぜひ引きたい。ただ通常確率というところは厳しいですけどね。まあなんかこのショーテルとかもありますね。超絶2アップ、攻撃タイプは持つモンスター26種類で、攻撃タイプは諸葛亮のパーティーで使えるんで、森属性の攻撃が出てくれると諸葛亮のパーティーなんかで使えるかなという感じ。まあとりあえずガチャ楽しむということで、まあ出なくても問題ないですね今回は。まあガチャでサイコロ1回だけ振りたいと思います。じゃあちょっと、カメラちょっと用意しますね。用意しますよ。まあ助手の名人にやってもらいます。名人も助手なんでね、アシスタントみたいな感じです。アシスタント名人 OK。 はい、まあこれ今映りますね、こういう感じで。まあまあ、おー危ない、1回しかやれないんですけど、まあまあもう気軽に、まあどうせ1出ても問題ない感じで。はい、なんでやん、おかしいやろ、なんでやねん、こんなことある。1出すぎじゃないこれ、1出すぎじゃない、ちょっとおかしいやろこれ、このサイコロちょっとおかしいぞほんま。なんでこの1出るねんこんな、俺結構流れてこれ1出とるで、だってほんまにやばいって。そんな1出るもんかな普通。まあいいけどさ、まあいいけどさ、まあいいけどさ、もうじゃちょうど俺なかったよ魔法石だから、もうええわ。てーい、頼む、ギッ、よし来た、熱いぞ、こい、なんじゃクリアー。あーでも闇っぽい、闇結構今少ないから、俺闇欲しかったんですよね。多色系パーティー作るとき闇がいなかったんで、あんまりで、なんか魔法使いなのかなこいつ。でも神ではなさそうですね、明らかに天使ではないですね、もう間違いなく。なんかすごい名前、ディルシリウス、シリウスブラックみたいな、闇の魔法使いディルシリウス、悪魔タイプ、闇タイプ、悪魔か、悪魔パーティー組むときに使えるのかな。あーでも結構、あ、ええぞこれ、右足の横打ちで闇ドロップ変化させる、しかもターン9で使える、この変換強ないか普通に。これ絶対強い変換やな。だスキルレベル1でターン9やったら、もうターン5とかで毎回縦一列を闇ドロップ変化させるから、これ強いやろ絶対。でマジックブースト、スキルを消したんか、攻撃力が3倍になる。あーこれあの森のリーゼの闇バージョンみたいなやつか、そういうことか。まあ全然ありやったな普通に。今現状は使えないですけど、全くと言っていうと、まあいずれ多分使えるようになるかなっていう感じで、まあ金出たんでよかったかなと一発引いて思います。まあまあぼちぼち、じゃあミスター、まあ育てようかな、モンスターボックスでね。闇は育てると今いなかったんで、あんまりこいつとこいついないんですよ今。闇ドラゴン将軍とこのギャンブルメイジというやつしかいないんで、おお超良かったわほんまに。ええー、なこれディルシリーズ生もやたらかっこいいしな。まあさらに多分これ進化、究極進化なのかな、分からんけど、普通進化するんかな。あ、いきますね進化。はーい、あーもうすぐ進化できるやん、超いいね。ミスティットね、まあこれはすぐゲットできるんで、まあこれ進化まださせたいと思います。いいですね。いやー一発で金出たらやっぱ気持ちいいですね、どんなモンスターが出ようが金っていうところでね。はい、というわけでとりあえず今回はこれぐらいにして終わりにしようかな。まあ友情ガチャも貯めといて、まだ超絶進化カーニバルを来た時に引きたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。